クールブ代表のミノです。今回ご紹介するのはこちらのショートボブ向けのアップアレンジです。結構短い、これぐらいの長さなんですけど、ピンを使わずに簡単にアップアレンジする方法をお教えしますので、ぜひ最後まで聞いてください。まず、横と後ろにこの耳のあたりで分けます。なんかですね。で、後ろの髪を低めで逆リンパしていきます。逆リンパっていう技法なんですけど、クルリンパはこの毛束を穴を開けて上から通すんですけど、逆リンパは逆でこの下から通します。でショート短いので、あまりこの穴を広げすぎて毛先までゴムが下がると、どうしても毛先が外れてしまうので、このような感じで穴は最小限にして行ってください。これで毛束を引き上げると、簡単にこれですっきり襟足が上がります。続きまして、遅れ毛を残して、このような感じで遅れ毛を適量残して、横の髪を後ろでクルリンパしていきます。もし横の髪がどうしても短い方は、このような感じでねじってゴムで留めただけでも大丈夫です。これでクルリンパします。短い方はちょっと頑張ってみてください。このねじれがクルリンパは加わって可愛いんですけど、もし先ほど言ったんですけど短かったらゴムで留めただけでも大丈夫です。これで全体をほぐしていきます。このクルリンパのところは髪が短い方がショートは多いので、慎重にほぐしてください、ね、でこの表面ですね、表面もほぐしていきます。でこの襟足のとこですね、ネープっていうこの部分は慎重にほぐさないと、ここは緩むとアップアレンジは可愛くありませんので、ここは慎重にほぐしてください。でこっち側もほぐしていきます。でこのどうしてもこの隙間ですね、隙間もこのような感じでつまんでこう引き出すと隠れてきたりしますので、こうやって隠しても大丈夫です。でヘアアクセをここにセンターにつけても可愛いので、隙間が空いてしまった場合は、どうしても隙間を隠せない場合はヘアアクセなどで大きいヘアアクセで隠しても可愛いです。でショートなので、少しぐらいこのクルリンパ引き出しすぎて短い髪が出ても十分可愛いので、少しぐらい出た場合でも気にしなくて大丈夫です。続いて遅れ毛を巻いていきます。遅れ毛は少しこれぐらいな感じですね、緩巻きが可愛いと思います。で顔周りの髪もこういった感じで何箇所かに分けて巻くと適度な緩さになるので、試してみてください。で一気に強く巻いてしまうと、長時間巻き込んでしまうと、どうしても顔周りなじみが悪くなりますので、このような感じで巻いて手でなじませて鏡を見て、もう少し足したかったら少し長めに巻くっていうのをすると失敗が少ないです。それではこのような感じのヘアアクセをつけて完成です。で、ショートなので、どうしてもこうこの横のクルリンパのところが落ちてきやすいんですね。そういう時にこういったスプレーで毛流れに沿ってスプレーを振って指で整えます。こうすると崩れにくいです。で失敗例なんですけど、どうしてもこのような感じで横の髪がそぎとか入ってると、このように取れてしまうんですね。この時もこれを軽く毛流れに沿ってねじります。そしてこのようなピンを使ってこのように刺して毛流れに合わせて差し込むだけで、こんな感じで馴染みます。はい、完成しました。ショートでもこれぐらいの肩上ぐらいでも逆リンパっていう技法を使えば、このような感じで簡単にアップアレンジができます。ポイントは、まず1個目のポイントは逆リンパの時に少しきつめにゴムを留めることですね。僕も先ほど二重にしましたので、二重にしてきつめにゴムを留めて逆リンパするってことです。2つ目のポイントは横の髪です。ショートは横の髪がどうしても短いので、クルリンパするときに気をつけてください。どうしてもクルリンパできない方はそのままゴムで留めてください。ポロポロ落ちてくる場合はそのままにしておいて、後から先ほどご紹介したようにピンで留めて補正してください。今回以上になります。このような感じでロングよりかショートはどうしてもバリエーションが少なくなるんですけど、これからもどんどんショートのアレンジも更新していきますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。